結構シャープに動きますね。さあそれでは LDZ 急速AT で今日は BMW Z4 の M40i と対決になります。いやこの AT いいね。そうですね、急速抜群ですよね。これベンツのだよな。元ダイムラーの 9G、トロニックをベースにしてるんですよね。V6 だけどエンジン気持ちいいね。いいですね。パワー400馬力超えてます。スタート、Dレンジ、はい、いくよ、はい、おお80、90、100、すごいスムーズ。ちょっと走る時にトラコンがね、はい、ちょっとコンサーバーで入ったけど、はい、うん、タイヤ冷えてるからしょうがないかな、はい、スポーツモードにしますか。2回目スポーツモード、はいはい、475Nm ありますね。はい、スポーツモードをスタートします、はい、おトラコンが攻めた。いいね、攻めてるね、はい、90、100、お4速だよ、うん、相当ローギアだな、はい、これやっぱ2回目の早いね、はい、いや気持ちいいよこれ、やばいね、なんでこんな気持ちいいのって感じで、エンジンがね、なんか本当に V6 とは思えないぐらい、なんかこう頭では直六の方がいいんじゃないかみたいなのあるけど、相当気持ちいいですね。で2つ目はね、 AT がねちょっとやばいぐらいいいね。でかなりローギアードなんで、大体100キロぐらいの地点で最後にパツンとこう4速に入るんだけど、まあそのシフトの感じとかがすごくいいですね。エンジンが良くて AT がいいから、あと足なんだけど、足も意外としなやかで、このタイヤ確かね試乗会で見たらスポンジ入ってんだよね。だからロードノイズ静かでしょ。でタイヤが意外としなやかで、でサスもそれに合わせて意外とダンピングが良くてしなやかなんで、いやなんかすごくいいなって感じしました。それで発進の時にノーマルモードだとちょっとやっぱトラコンがコンサバで入っちゃうんだけど、スポーツモードだと少しタイヤのスリップ許容するから、まあスポーツの方が0-100速いと思いましたね。で加速はさっき言ったように AT の変速がスムーズで、これは急速なんだけど、ダイムラーとの提携でダイムラーの 9G トロニックの、まあ、技術を使って、これをまあ日産が頑張ってジャトコに作らせたっていうバージョンなんで、やっぱり AT がいいと、もう制御も含めてもうガラッと車のキャラクターは良くなりますね。さあ Z4 です。まあ、LDZ は V6 でしたけど、こちらは直六、排気量は同じです。で Z の方がパワーはあるんですけど、こっちの方がトルクはあります。こっちは3リッター直六ターボ で、はい、Z は V6 3リッターです。全くも V6、排気量一緒、排気量が一緒です。直六と V6 の差、うん、はい、最初のマルモード、はい、あれついちゃった。お攻めるね。90、100ですね。普通のモード、後方とモードですけど攻めてましたね。こっちのはギアロングだね、はい、3で行ってましたね、はい、うん、8速ですね、こちらは、はい、回転5000以上上げた時はやっぱ直六の方がふわってこう伸びる感じだよね、はい、うん、V6 の方がフラットトルクって感じだけどね、はい、スポーツモードにします。はい、お願いします、はい、いくよ、はい、速
がちょっと速くなったのかな。そうですね、2から3、あ、1から2に切り替えるときにちょっと制御が入りましたね。はい、Z と Z4、 こっちは BMW の Z4 ですね。なんかアルファベットの一番最後なんだけど、なんかこうスポーツカーの世界のなんかこう扉を開いてるっていう意味では、なんかアルファベットは反対側からこれから始まるのかなみたいな感じはするんですけど、非常にこう共通性はありますけど、やっぱりこっちはあの本気のスポーツカーを作ってるなっていう感じがしますね。だからまあ加速性能もあのこっちは発足なんですけど、発進時に多少タイヤがスリップしてもあんまりトラコン入れないで、まあそのぐらいは生かしてしまえみたいな感じですね。で、スポーツモードにすると、まあ、トラコン制御はそんなに変わらないんだけど、敷地が多少あの変わるかもしれませんけど、まあ、シフト変速もまあ速くなって、まあ8速だから100キロぐらいの地点では3速のままなんですけど、あのそのまま走り切って回し切って、でエンジンは V6 と直6の違いはあるんだけどね、馬力は Z の方があるんだけど、うん、確かトルクはこっちの若干あるんですけどね、まあ、あと重量のパワーウェイトレーションも違いもあるけど、5000回転超えた時の上のふわっと伸び感はやっぱり直六のあの良さっていうのは感じますね。まあ、あえて言えばだから5000ぐらい前だったらもう V6 も直六もそんなに変わんないなって感じがあるんですけど、やっぱクランクにこう発生する二次振動がない分、よどみなく上までシュッとこう 回し切るっていうところでは、まあ、BM の直六の気持ちよさっていうのはありますよね。ただ普段乗ってたらもう全くV6 直6の違いはないかなと思います。まあ加速性能は、まあ、ほとんど互角か若干こっちの方が速いかもわかんないですけどね。